研磨の神様、羽生結弦、影の力で世界一。スケートシーズン本番を迎えている北大内地方。競技に不可欠なスケート靴の刃、H の研磨で世界一を支える職人が八戸市にいる。今季からアジアリーグアイスホッケー東北フリーブレイズで4マネージャーを務める吉田俊信さん、43だ。ブレイズ全選手のスケート靴をはじめ用具全般を管理するほか、ソチ五輪男子金メダリストの羽生結弦選手、 ANA ら多くのフィギュア選手の研磨も担う。吉田さんは研磨に携わって10年、まだまだ勉強ですと謙虚に腕を磨いている。吉田さんは盛岡市生まれで3歳から仙台市で育った。スケート研磨との出会いは約10年前、妻でフィギュアスケートコーチの七海さんが選手の技術指導に加えて靴のメンテナンスまで担っていた現状を見て、指導に専念してほしいと考えたのがきっかけだった。スケートリンクの貸し靴で研磨の練習を積むなどして技術を習得、選手の信頼をつかんできた。羽生選手が当時七海さんの指導を受けていたことから、吉田さんが研磨を担当した。2012年春、羽生選手が海外に練習拠点を移してからも研磨では吉田さんを頼り、宅配便を使うなどして約半月に1回のペースで靴をメンテナンスしてきた。靴を見れば傷や減り具合でどんな練習をしているのかわかる。滑っている姿を見られない分、靴を見て感じ取ることを心がけている。羽生選手は昨年12月、グランプリファイナルスペインで世界最高得点で優勝し、全日本選手権でも V4 を飾った。そんな大きな大会の前にも吉田さんが調整し、活躍の一助となった。自分の力が選手の足しになった時はやりがいを感じると目を細める。ブレイズの選手も絶大な信頼を寄せる。吉田さんの就任でその日のリンクのコンディションに合わせた靴の調整も可能に。遠征にも帯同し、一人一人の好みに仕上げる。吉田さんがブレイズ所属となるために八戸市に移り住んだ今季は、全国からトップレベルの選手が同市を訪れている。不安定な表情を動き回る選手にとってエッジは生命線。個々のリクエストも多いというが、選手が求めてきてくれたことでそれに応えようと腕を磨いてきた。選手に育ててもらっていると吉田さん。表情のアスリートをより輝かせるため試行錯誤の毎日が続く。みんなの声。先端の方だけ引っかかるようにとか、いろいろ要求が厳しいんだと思うが、頑張ってほしい。選手が求めてきてくれたことでそれに応えようと腕を磨いてきた。選手に育ててもらっている、謙虚な職人さんだ。お互いがお互いを高め合うってのは素直に素晴らしいと思うのです。選手は母国のシューズでないと試合してはいけないというルールを作れば、日本人無敵艦隊になるんじゃない。個人戦もないけど団体戦も。日本の技術力、職人魂なめるな。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。